はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はですね、最終上限解放される新武器、何のスキルがついたら救われるのかということで、まあ、やってまいりましたわ。まあ新たなね、まあ新しめの武器だよな。例えばキャラクターで言うと、火属性ドランクとか、まあ水ゼタとか、結構新しめのキャラクターのキャラクター解放武器が最終上限解放されるよということなんですが、まあちょっとその武器たちがどんな感じになるのか、どんな感じだったら、まあ優秀と言われる武器になるのかとか、まあちょっとそのあたりの展望について語っていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。じゃあまず早速ね、1本目いきたいなというふうに思うんだけど、レッドスフィアですね。火属性の、まあ、火属性から行くんだけど、火ドランクの武器なんだけど、元々のあるスキルは、刹那火王ですね。刹那っていうのは、まあ、皆さんご存知の通り、技巧だな。技巧プラス、後陣の複合スキルになってます。で、これなんだけど、まあ、じゃあ、この武器が基本的に最終上限解放、まっとうに最終上限解放されたら救えるのかっていう話なんだけど、まず救えないっすよね。まず救えない。この武器にはちょっと未来が俺は感じられないっていうのを、まずいきなりボコボコに言っちゃってよろしいでしょうか。理由としましては、刹那と火王、クリティカルと火王の相性が異常なほど悪いんですよね。まあこれは皆さんであれば気づいてる人も多いと思うんですけれども、まあぶっちゃけて言うと、単発の攻撃力ってもうすでにこう上げようと思えば、まあ減衰ライン、上限のラインまで行くんですよ。で、その中でクリティカル確率を上げる理由がほぼほぼないんですね。そう。クリ率上げるんだったら素の攻撃力上げて、で、奥義を使用した時のダメージの倍率、奥義って基礎火力に掛け算でダメージが増えてくんだけど、その掛け算のための基礎火力を上げた方が効率がいいし、安定する、何よりもね、っていうような感じになってるんですよ。で、現状って奥義パーって、基本的に高速周回 HP2000 万、3000万ぐらいまでかな、の高速周回に使われると思うんだけど、まあ、あれですよね。もうこの刹那スキル、技巧がついてたところで、その費用、まあこの奥義を生かすこともしづらいしってなって、ちょっと基本的に相性が悪いスキルになってます。で、まあじゃあここの、まあぶっちゃけて言うと、じゃあここ最終上限解放を行いました、なんか新たにスキルがつきましたってなったとしても、まあ現状の増強程度であれば救われるビジョンがないんだよね。あんまり見えない。なんだけど、じゃあこの武器が救えないのかっていうと、俺なりの救い方としては、フルオートのメイン武器だね。レッドスフィア。奥義効果が味方全体に再生効果っていうのがあって、で、杖武器なんですよ。で、まあフルオートで考えたら、刹那の技巧とかも、まあ割かし優秀だし、費用とかもありだし、まあフルオートで奥義性能が強化されたら、レッドスフィアは可能性があるかなっていうような印象です。第一スキル、第二スキルに関しては、マジで噛み合わせが悪いですね。奥義系統に技巧がついてたら、もうまず基本的に噛み合いは悪いと思って差し支えないですね。だってフレンドオーリューがまず使いづらくなりますもんね。っていう風に考えると、まあ奥義プラス技巧っていうのは相性が悪いです。まあただ火属性で話をすると、悪滅の雷とかいうなんか謎の武器が世の中に火属性には存在してるんで、これだよね。まあこれもね、必殺技巧なんだよな。まあだからここら辺と噛み合わせて、クリ確定技巧みたいな、クリ確定費用、クリ確定プラス奥義みたいな形は、まあワンチャンあるかもしれんけど、それでどうすんのみたいな。クリ確定させてどうするみたいな感じにもなってるんで、難しいかな、結局。っていうような印象です。はい。で、次、水属性の武器ですね。アルベスデミクロン。アルベスデミクロンは、スキルとしては、後陣小プラス3手中ですね。後陣小プラス3手中。微妙ですね。微妙なんですよね。まあ、使い道としては基本的には 150Hz のメイン武器運用になるんじゃないですかね。やっぱりこう3手、まあ、連撃上昇中プラス後陣小ということで、火力面見ても、まあ、ちょっと微妙め。ただ奥義効果は自分に水追撃っていうところは面白いので、まああのあれだよな、槍ジョブで言うと、優秀なのが1ジョブいるんだよね。名前なんだっけ、キャバルリーだ。そう、キャバルリーが槍を持ってると、ディスペルついてるんですよ。で、古戦場の 150Hz とか、まあ、デバフ要因で考えると、
結構ですね、優秀なんですよね。ちょっとなんかジョブ変えたいですね。これでちょっとじゃあ見てみようか。ディスペルを持っていますので、古戦場とか最近特にディスペルを使わないと敵の防御力がゴリゴリに上がったりとか、もうデバフが全く入らないとか、まあそういうことになってくるんで、まあこのバタリングラムの運用のため、まああと1アビで追撃持ってますから、ホースマンズデューティー。だからまあそこら辺を利用するために、アルベスデミクロンの、メイン武器運用型の、キャバルリーとかは、宝典じゃねえや、名前なんだっけ、ゲイボルグのつなぎみたいな運用でありかもしれないなっていうふうに思いました。まあ自分に追撃ついてるっていうのは熱いんで、まあじゃあ欲しいの何かっていうと、そうですね、まあ技巧確定はしてるんで、クラフトじゃないですか、コバルトクラフトがついてるとやっぱ嬉しいっちゃ嬉しいのかななんていうふうに思いますね。水属性の武器は現状で言うと大祭請求とか、まああとガリレオサイトとか、まあ技巧的に優秀な武器がいっぱいあるんですよね。これヨダメアップってあれか、ワムデュスナイダリアとコバルトクラフトってあれか、同枠だっけ、同枠だね。じゃあちょっと無理だな。ワムデュスナイダリアとの噛み合わせ悪いからクラフトは微妙ですね。となると何が欲しいかな、ブローじゃないか。ブローは持ってないよね。そうだね。まあ、ブローがあると嬉しいかもしれないね。ブロー系のスキル。まあ、ブローもブローで噛み合わせ悪いっちゃ悪いけど。まあまだマシなのかなとか思ったりとか、まああと後陣が強くなったりしたらまあ嬉しいですよね。まあただね、渾身なんだろうな、なんかスキル学的にちょっとこう、まあ通常後陣肩気味ではあるんで、通常後陣はまあ少ない、低いっていうのはそんなにデメリットにならないんで、それ以外の部分が伸びてくれると嬉しいっちゃ嬉しいですよね。そうだな、ブロードかなのかな、何か欲しいんだろうね。うん、まあ何にせよゲイボルグのその妥協みたいな感じにはなると思うんで、まあブローかな。はい、じゃあ次行きましょうか。次、これ俺持ってない武器なんだけど、ハートソングバーズ、まあこれですね、これはラムちゃんのラムチーの武器ですね。ラムチーの武器に関してはかなり優秀だと思ってます。うん、スキルが自分の HP の現在 HP に応じたダメージを食らっちゃう代わりに奥義ダメージが極大と、で後陣大プラス費用小ですね。いやこれは優秀だよ、普通に最終上限解放されるだけでおもろいと思ってて、何より嬉しいのが奥義ダメージ極大ですね。もう今までその奥義ダメ極大、しかもデメリットがあんまデメリットしてないので、まあ具体的に言うとあれだよね、ライジングフォースとかで考えると、このハートソングバーズはまあダメージが高いだけの武器になってくれるんで、まあ採用しがちになるんじゃないですかね。まあ奥義効果のデメリットがちょっと薄くなると、まあ奥義軸で使う、普通に使ったりとかするかもしれないです。というのもまあことだから、ライジングフォースで考えるとモッシュがあるんですよね。そのモッシュ採用型を考えると、まあ奥義を回転させまくっちゃうんですよ。となると自分にダメージを受けちゃうよっていうデメリット効果が少しきついかもしれない、うん、っていう風に考えたら、まあ、あれですね。正直な話。まあ、デメリットが減少するとより使いやすくなるかなくらいで。まあ、このスキル構成は基本的には嬉しいんじゃないでしょうかね。まあ、特に、オクトーの限界超越が控えてるんですよ、この武器は。オクトーの限界超越って、まあ、オクトー、まあそうだけど、奥義使うと他のキャラクターの奥義ゲージって上がるじゃないですか。だから、まあ、奥義を回転させます。オクトーがクソ強いから、奥義を回転させる編成が強いっていう流れになったら、もう自分の奥義ダメージも稼げながらも、他のキャラクターに奥義もかませますみたいな、だからモッシュを使いながら敵をぶん殴り続けますみたいなライジングフォース型、ワンチャン可能性ありますよね。となると、まあ、これは純粋強化されたら面白いかなっていうような印象ですかね。うん、はい。で、次が、アニラですね。アニラの武器、水着アニラの武器なんですけれども、こちらの方、スキルが、乱舞中と見切り小ですね。ちょっと待ってな。下の方に、あれこれ槍じゃねえの？斧か。風属性の武器なんだけど、第8、あ、刀だったっけ覚えてねえな。結構昔だな。どこにあるんだ？出ておいで。刀？本当に刀なのか？待て。アニラ、いた。
こちらの方が、ランブプラス見切りですね。回避カウンタープラス TA 率上昇、攻撃力上昇中、味方全体の連撃率アップ。これ斧でしたね、ごめん、斧だったわ。めちゃくちゃ斧じゃん刀、なぎなたでも、なぎなただけど刀でもなく、なんか槍っぽくもなく斧らしい。ちょっと納得いかんなちょっと納得いかんな。うん、扇効果が味方全体の連撃アップ。これに関しても正直追加スキルというか、まあランバージャックでしょうね、まあ、普通に使うのであれば。まあランブも見切りも言うてそんな欲しくないんだけど、ランブっていうとどうしてもそのあれですよね、連撃稼げるから、まあそのあたりでランバージャックに、軍配が上がりがちかな。まあどっちも普通のスキル的には欲しいスキルでもないかなっていう感じになってて、まあただ扇効果が優秀だよね。味方全体の連続攻撃確率アップっていうのがついてるから、まあそのあたり風属性ってやっぱ連撃バフがもっと欲しい、もうちょっと欲しいなみたいな感じになること多いんですよね。アンチラの3アビで連撃バフとかぐらいが多くて、まあそれ以上はみたいなの多いんですけど、まあランバージャックとか特に連撃のバフとかはあんまりしないんで、まあそのあたりでランバージャックのメイン武器とかだったらワンチャンあるかもしれないなっていうような印象がありますね。まあ風属性のランバージャックのメイン武器っていうと、アストラルウェポンがすごいその注目されがちだと個人的に勝手に思ってるんですけれども、まあ風属性というかランバージャックのメイン武器でアストラルウェポンっていうのが意外と噛み合わせ悪くて、というのも風キャラのクリ率アップなんですよね。で、風キャラのクリ率アップって風属性のキャラクターで優秀な風キャラのクリ率アップ持ちって多いんですよね。まあ2人なんですけど、バレンタイングリームにいると、リミテッドモニカ、この2人がですね扇効果で風キャラのクリ率アップ持ちで総合上書きなんだよな、確か。どっちかだ、上書きあれだっけ、総合上書きだった気がするけど、まあ、3アビのキャラクリアップとか、まあモニカとブリームニルっていう、まあフルオートでも優秀だよみたいなキャラクターたちが、まあ風キャラのクリ率アップ持ちなんで、アスポンとの噛み合わせ、もう奥義自体は、アスポンの奥義自体はねすげえ強いんだけど、アスポンとの噛み合わせが他キャラとちょっと悪いんですよね。ってなると、まあランバージャック運用だったら、まあイノセントラブあんま使わないよねわらみたいな、そんな感じになってんだよな。だからまあそういう風に考えたら、まあメインで、ランバージャックのメイン武器運用っていうのはあるかもしれないっす。はい。で、次、寄り木十手ですね。これはね、使わないでしょうね。これはあれだな、ロザミアの武器だな。これもあんま使わんな。というのも、まあ、刹那なんだよな。刹那イクシード。まあ、さっきも言ったんだけど、扇軸と、技巧って噛み合わせが悪いんだよね。なんかわざわざ技巧を上げる理由がない。技巧ゼロでいい。基礎火力上げて扇ダメージぶん殴った方がいい。で、イクシードスキルに関しても、まあ、優秀なのがあるんだよね。優秀なのがあって、まあ、光属性、まあ、火属性でも優秀なのがあって、そのミスティックブラシっていうのがあるんだけど、光属性にもフェイトルーラーっていう、まあ、扇を上げるのであればっていう、扇を上げるならこれみたいな、武器が存在するんですよね。これですかね、これガンオブコスモスや。どこだっけな、フェイトルーラーっていうのがあるんですけど、費用プラスイクシードプラス光人台っていう武器スキルがついてるんですよね。で、それが、まあ、扇性能を上げるのであれば上等だから、まあ、ぶっちゃけこっちで、イクシード枠で言うならこっちでいいよねっていう風になりがち。だからわざわざこの寄り木十手っていうのを、メイン武器、サブ武器に入れる理由がないかな、現状でも。っていうような感じです。まあ、扇効果はちょっと面白そうなものがあって、味方全体に刻印付与なんで、まあ、ここら辺でもしかしたら可能性はあるかもしれないですね。あと、メイン武器、剣なんで、まあ、剣であることと、まあ、刻印付与であることっていうところは、ちょっと何かしら面白いかな。光属性の刻印っていうと、まあ、光パーシバルとか、あと、バレンタインアグロバルとか、まあ、そこら辺で刻印起動型の何かしらみたいな、どこまで喋ったっけ。まあ扇効果によってワンチャンあるかなっていう風に思いました。で、次がルーリングペンですね。ルナール、まあこれ結構数持ってる人多いんじゃないかな。ルーリングペンに関してはスキルとしては光人台プラス技巧章っていう風になってて、まあこれはちょっと面白そうな感じがしますよね。光人台プラス技巧章っていうと、ルーリングペン武器の種類も分かってないから少し待ってね。ちょっと待って、ルーリングペンが出てこない。あ、いた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 。で、こちらの方は、光人技巧。で、闇属性って結構技巧がありますし、技巧章の場合は、あれだよね。
バブエルマンデブ2本と組み合わせると技巧確定みたいな動きができるんですよ。格闘武器ですね。あ、格闘武器なんだ。なんか冗談交じりに格闘家ってたけど格闘武器なんだね、これね。後陣技巧でクリ確定軸っていうところで面白そうな感じはしました。で、技巧確定で言うと、まあこれは、あれだよな、クラフトじゃないですか、やっぱ欲しいの。よだめアップ系、闇属性の会心よだめアップ系っていうと、扇よだめアップのフェディエルスパインか。って考えると、まあやっぱクラフトスキルがあると嬉しいというか面白いんじゃないかなっていうふうに思いましたね。うん。まあ、ブロー系のスキルは、闇属性は、ツバイシェーデルがあるからあんまりあれなんだけど、クラフトスキルはあんまりこうパッと思いつくのがないですね。うん。っていう風に考えたら、まあ、クリティカル発動時によだめが上昇するよっていうクラフトスキルがあるとちょっと触ってみたくなるかなっていうような感じはしました。まあ、奥義はちょっとあんまり微妙そうなオーラがしますけど。はい。ということで、まあ、とりあえずこんなもんかな。うん。まあ、まとめていきますと、まあ、現状絶対欲しいぜっていう武器に、ではないかなって思うんだけど、まあ、ラムレッタの武器に関しては割かし手放しで、まあ、扇ダメ極大持ちなんで、まあ、ちょっとそのあたりで強そうかなっていう風に思っちゃいましたね。まあ、皆さんももしなんかご意見あれば下のコメント欄に書いてみてほしいんですけど、俺の中では欲しいなって思ったのは、ちょっと面白そうかなって思ったのは、ラムレッタの武器。と、まあ、あと、強いて言えばルナールかなっていうような感じでしたね。そんな感じで、とりあえず、次に最終上限化される武器について、ちょっと希望を持ってみたでした。まあ、どうしましょう。じゃあね、バイバイ。